今日は遅い時間です。だいぶ今日はちょっとだけ15分だったら終わろうと思います。イエーイ。みんな何してましたか？今日は木曜日か、ね、今日は涼しかったですよね。朝からずっと涼しかった。過ごしやすい気温でしたね。明日台風来る。やばい。気をつける。ヤバさも台風。え、マジですか？そんな結構ひどい台風なの？雨かーくらい思ってたけど。マジ？マジ？大丈夫か。そうなんだ。あ、夜か。夜なら大丈夫か。日中外出してる時とかそんな。まあまあでもね、そうですね。気をつけて。特に電車とか影響を受けなければいいな。イエーイ。明日ディズニー。ディズニーは行こう。ディズニーは行こう。ね、お肌めっちゃ今綺麗。今いいです。眠そう。やっぱりメイクしてないとより眠そうなお顔です。昨日も配信しなかったからな。なんかそうだな。昨日はどうでしたか。普通昨日もね、まあいい一日でしたけど。昨日カラコンを買いました。最近探してるんだって言ってたけど、買いました。ついにちょっと早くつけたくてね、ワクワクです。プライベートでねカラコンあんまつけないんでね、ちょっと早くつけたいなって思ってます。色は普通に茶色かな。あんま色、本当に色って感じのやつ買わなかった。
超ナチュラルなやつを買いました。みんなはいかがお過ごしですか。いつつけようかなって言って、まあ、劇場くらいしかあれだからな、劇場でつけてると思います。逆にナチュラルすぎたかもしれないって焦ってるけど、まあ、まあまあつけてみるってのお楽しみです。イエーイ。私何分から配信したかな。15分だったらまあいいか。あ、写真撮りますね。わかるかな。うん。そんな感じ。生で見るチャンス、卒業公演だけ？でももうすぐですもんね、卒業公演も。確かにやばいね。あとそこのみって劇場、確かに卒業公演前にあんまり行けない。明日は早くないと思う。そんなに右肩まだ痛い。私ここに何かついてるかもしれない。本当にここ何日も右肩がめちゃくちゃ痛いんですよ。たまに眠れないくらい。すごい、何かついてるかもしれない。お塩巻いた方がいいか。見えますか誰か。すごい凝ってる。肩こり、ただの肩こり。台風の影響、そういうことかな。低気圧、私低気圧の変化にめちゃくちゃ影響を受けやすい。今日めっちゃ頭痛いと思ったら天気激悪みたいな、あるあるです。そうか、そうだ。暑いね。今日は涼しようか。イエーイ。
いやね、そう。ちょっと、そうなんだよ。なんか面白い話ください。もう終わっちゃうけど配信。インスタ更新しますね、この配信終わったら。写真が溜まってるんで。メグさんの TikTok 更新されてた、見た。TikTok はちょっと溜めすぎてるんで、更新したらあの X でちゃんと言います。だからそう、 X で投稿したよっていうのがそう来たら見てください。新しい動画も撮りたいんだけど、 TikTok 踊りたい曲だけがめっちゃ増えて全然撮れてなくて、卒業前にいろいろに全部載せきりたいですね。TikTok、 そう、まあね、はい、インスタ見てください。うん、髪の毛がボサボサすぎる。うん、遅くにすみません、いつも私の配信。みんなも夜更かしさせてる。ありがとう。はい、楽しい。ランキング13位つっちーさん、ありがとうございます。12位渡辺三郎さん、11位ゆうやさん、18位えんちさん、9位りょっけさん、8位ダブリリュウセイさん、7位とりおえじさん、6位ぬっしーさん、5位ひなちゃん、4位あまつかでさん、3位ルルさん、2位もっさんさん、1位たあとしさん、ありがとうございます。
ありがとう。じゃあおやすみなさい。ありがとうございました。